ぬーぬーお姉ちゃんそのもだえ方全然可愛くない。あれ、今日はお昼から上原さんたちとボードゲームをしていたような。うん、夕方ぐらいに帰ったっぽいよ。あれおかしいです。自分その辺の記憶が。あのさ、この葉ん、自分漫画とかで雨の中子犬を助けてる不良主人公を見て、ヒロインが認識を改めて胸をときめかせる描写ってあんまり好きじゃないんですよ。何急に。その主張自体は分からなくはないけどさ。もちろんそれが物語におけるお約束的なものであるのは自分も承知しているんですけど。それで？ですから落差でときめかせてくるのは非常にずるいというか、間違っても本物の気持ちではないのだと主張したいと言いますか。ごめんお姉ちゃん、何言ってんの。ですから自分は結局一貫してやはり彼自身は大嫌いというスタンスでいいんですよね。間違ってないですよね。ね、私もそれでいいと思うな。ですよね。よくわからないけど、誰かさん？ヤマさんです。それもさ、きっとどうせ虚構というか、見せかけだけのそれに違いない。そんなことはないです！ヤマさんをバカにするのは、妹だろうと許しません！撤回してください！ごめんなさい。ヤマさんは素敵な方です。よろしい。お姉ちゃん。そんなことはないです。ヤマさんをバカにするのは妹だろうと許しません。撤回してください。ごめんなさい。ヤマさんは素敵な方です。よろしい。お姉ちゃん。お姉ちゃん、そのもだえ方全然可愛くない。あれ、今日はお昼から上原さんたちとボードゲームをしていたような。うん、夕方ぐらいに帰ったっぽいよ。あれおかしいです。自分その辺の記憶が。自分は結局一貫してやはり彼自身は大嫌いというスタンスでいいんですよね。間違ってないですよね。ね、私もそれでいいと思うな。ですよね。よくわからないけど、誰かさん？ヤマさんです。それもさ、きっとどうせ虚構というか、見せかけだけのそれに違いない。あのさ、この葉。ん？自分、漫画とかで雨の中子犬を助けてる不良主人公を見て、ヒロインが認識を改めて胸をときめかせる描写って、あんまり好きじゃないんですよ。何急に。その主張自体は分からなくはないけどさ。もちろんそれが物語におけるお約束的なものであるのは自分も承知しているんですけど。それで？ですから落差でときめかせてくるのは非常にずるいというか、間違っても本物の気持ちではないのだと主張したいと言いますか。ごめんお姉ちゃん、何言ってんの。ですから